みなさんこんにちは 2023年も残りわずかとなってきましたね今年もたくさんのネイル用品を買ってみたりいろんなデザインに挑戦してみたりととっても楽しいネイルライフを送ることができました特に今年は100円ショップからもマグネットジェルやポリネイルジェルあとは粘土ジェルやカラー付きのアイシングジェルなども販売されて100均もますますネイル用品が充実しましたよね。ということで今回の動画では2023年に100円ショップで購入したネイル用品で買って 良かった私のベスト5をご紹介したいと思います100均のネイルアイテムはとってもお気に入りのものがたくさんあるのですが迷いに迷って5つ選んでみました良かったらぜひ動画の方最後までご覧くださいそれではどうぞはいでは早速ご紹介していきます2023年100円ショップで買って良かった私のベスト5第5位はダイソーと東京ガールズコレクションとのコラボジェルシマーシリーズです このダイソーと東京ガールズコレクションのコラボジェルは全部大好きなんですが、春夏シーズンにはマイカジェルとかサンドジェルも出ましたよね。秋冬シーズンにはフラッフィージェルも出て、トレンドのカラージェルを100円で楽しめるっていうのがすごくいいですよね。あの、どれも可愛いんですが、その中でも一番気に入っているのがこのシマーシリーズです。 このシマーシリーズの何が気に入ってるかというとこの優しい色合いとあとほのかなラメ感やパールっぽい質感がすごく可愛くて気に入っています今私の爪にもこちらのシマーライトピンクを今2度塗りしているんですがなんかデザインのベースカラーとしても結構使いやすくて気に入っていますこうやって角度を変えるとほのかにこういうパールっぽいとっても細かいラメ感があってねえ愛いですよね。 このシマーシリーズ、本当にどの色も可愛くて、どの色が一番好きですっていうのが選びきれなかったんです。どれも可愛いんですよ。ワンカラーで塗るだけでもパール感だったりラメ感がほのかにあるので、すごく美ズめに見せてくれますし、なんかこのシマーシリーズをですね、なんか爪にちょっとあの何色か塗ってですね、なんかタイっぽくしても可愛かったです。 なので今回私が買ってよかった第5位はこちらのシマーシリーズです。次は2023年100円ショップで買ってよかった私のベスト5。第4位はセリアのネイルパーツミックス,ストーンシリーズです。これはクリスタルミックス、パーティーミックスとか、あとパールミックスとか、こうやってストーンがミックスされてるシリーズありますよね。 これがすごい好きなんですよ。なので今回第4位にさせてもらったんです。デザイン動画とかでも結構使ってるんです。だからちょっと中身がないものもたくさんありますが、クリスタルミックスなんですけど。 オーーロラ系のストーンが入ってるんですよねでハートとかこういういろんな形のものも入っててね可かわいいんですよね。でこういうパーティーミックスはこういうブリオンも入ってるんですがこのブリオンがすごい細かくてですねそう、これも結構使うんですよね。で、ね、このパールミックスはこういうねちょっとかわいい色合いのパールも入ってて、ね、ちょっとピンク系とパープル系のものですとかこれはホワイト系。 でこれはブルーとかパープル系で、ね、なんかか愛いくってすごく気に入っていますでミックスされてるので組み合わせてアートもしやすいのですごいおすすめなんですこれもあのリピート買いしててすごくお気に入りのストーンですこちらの薬指は今ご紹介したネイルパーツでアートをしていますこうやってあのミックスされてるのでこういうアートがあのできちゃうんですよねそ,うそれもお気に入りのポイント ねえ、可愛い,いで結構ストーンのクオリティも高くてすごくキラキラで可愛いんですよそうだからすごく気に入っていますでは次に行きます2023年100円ショップで買ってよかった私のベスト5第3位はキャンドゥのオフィスカラー3色です確か2023年の春頃のオフィスシリーズが新発売されたんですがその中のこちらの3色が特に気に入っています はい、こんな感じの色味で、ね、とっても肌馴染みのいい、すごくビズメに見せてくれるカラーでめちゃくちゃ気に入っています。今、こちらの爪にはこのヌードピンクを2度塗りしてベースカラーに使っています。こんな感じでデザインのベースカラーとしてももちろん使いやすいんですが、ワンカラーで塗るだけでもなんかチュロンとした感じがあってめちゃくちゃ可愛いです。 サッと塗るだけでもすごくビズメに見せてくれますし落ち着いた色合いなので本当にオフィスネイルにもぴったりです透け感のあるカラーなので1度塗り2度塗り3度塗りとお好みのその時の気分の濃さで色味が調整できるのもすごく気に入っていますということでこちらが第3位です 続きまして、2023年100円ショップで買ってよかった私のベスト5。第2位はセリアのクレイジェルです。今年2023年に100円ショップからこのクレイジェルが新発売されたっていうことでもう本当にびっくりしました。キャンドゥからもあの同じようにこちらの粘土ジェルが出たんですが、キャンドゥの方は300円でセリアの方は100円ということで値段から言うとやっぱりこのセリアの100円のクレイジェルっていうのがすごく魅力 目的で今回2位にしました実は私今までクレイジェルって全然使ったことがなかったんですで100円ショップで手軽に買えて挑戦できるのがすごい良かったです初めてこう使ってみてアートの幅がかなり広がりましたこういうリングネイルもとっても簡単に可愛くできちゃいますし一番気に入ってるアートはこちらですねこの動画でもご紹介しているんですが もうこういうアートが本当にとにかく簡単に可愛くできるっていうことで今回第2位にしましたこれ1個あると本当にネイルアートがさらに楽しくなるのであの持っていない方は是非お店の方でチェックしてみてください、はい、では最後2023年100円ショップで買ってよかった私のベスト5第1位はセリアのグリッターパウダーです このグリッターパウダー皆さんは購入されましたか全部でこちらの3セットあるんですがどのカラーも全部可愛いです。今この爪先に こうやってキラキラさせているのもこちらのグリッターパウダーなんですこちらのピンクこのピンクを使っていますセリアのこのグリッターパウダーってこんなにキラキラなんですがなぜかギラギラしすぎないんですよねなんかこの絶妙なキラキラ感がもうすごく気に入ってしまってですねなんかいろんなアートに使っていますなんか全面埋め尽くしてももちろん可愛いんですがこうやってカラーの上にちょっとのせるだけですごく可愛くなるんですよね そうだからこれがもうめちゃくちゃ気に入っていてすごくおすすめです小さいホログラムとか大きいホログラム中ぐらいのホログラムがミックスされていてで光に当たるとこういう感じでオーロラ系に輝くんですすごい可愛いと思ってなんか絶妙ななキキラキラ感がたままらなく気に入っていますこれ2個セットで100円だからこれ1個が50円と思うともう本当ににんかこんなに可愛くて ね、このお値段で楽しめるならもうめちゃくちゃいいなと思ってこちらが私の2023年の第1位です。ということで今回は2023年に100円ショップで購入したネイルアイテムで買ってよかった私のベスト5をご紹介しました皆さんの今年買ってよかったネイルアイテムは何ですかもししありましたらコメント欄で教えてください 今回ベスト5でご紹介したカラージェルやネイルパーツなど関連動画は概要欄にリンクを貼っておきますのでさらに詳しくご覧いただきたい方は是非チェックしてみてください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。